どうもみなさんこんにちは、マシーと申します。さあ、今回もモンスターハンターワールドアイスボーンやっていこうということで、前回ですね、イベルカーナを倒して、なんかまた大いなる存在、うんぬんの話をしてね、流血症の地に向かいましょうってわけなんですけれども、イベルカーナの装備が見てえと。俺、これめっちゃかっこいいよって友達に言われて、それ話だけしか聞いてないんだけど、めっちゃかっこいいよみたいなこと言われたから、ちょっと気になってたの。やっと見れる。これラビーナってやつかな。あ、これだ。うわぁ、そういや見たことあった。違う、あれだ、ツイッターで見たことあったわ、忘れてた。ごめんよ友達。あー、かっこいいこれ。うわぁ、いいね。改めて見るとかっこいいわ。で、そう、能刀術がつくんだよこれ。だから強いんだよね。あれ、俺なんか天輪持ってんだけど。なんで？いつ取った？全然気づかんうち取っとったわ。ラビーナ、能刀術、何これ技。薬剤の天下ってなんだろう。属性、異常状態属性やられを解除すると一定時間属性、あー、なるほど。解除すると強くなるやつか。ほん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 、なるほど。で、セットやつが、属性改心と、納刀中に火力が上がる。なるほど。で、攻撃が当たるたびに、なくなっていくんだ。はあ。そうで、体験ってさ、結構しまったりするじゃん。今作っていうか、個人的なね、アイスボーンのイメージなんだけど、僕が使ってる中の感覚だと、抜刀がね、強いんじゃないのかなって、抜刀っていうか、納刀系があった方がね、個人的にはいいんじゃないのかなとは思うんだよね。だからこの装備結構強いよ、みたいなこと言われたんだけど、どうしようかねって感じ。いかんせんまだね、なんとかなりそうな気がするし、あ、ブラキ見てないか、そういえば。あれ、こんなんだったっけ、ブラキって。こんな前側だけだったっけ、つけてんの。ああ、こんなんだっけ、あんま覚えてねえな。ディエノ、イエロー。あ、これあれか。どこ行った？あれどこ行った？どこ行った？ちょっと待って、どこ行った？あれか、ここか。あれか、そうだ、忘れてた。この辺見てねえな、そういえば。強くねえってか、防御力。150万だ、これって。嘘でしょ。嘘でしょ。そりゃあんなダメージ食らいますわ。ねえ。そりゃ食らうよ。ちなみにスキルが。匠語、渾身、神髄が何？あ、渾身があれか、触れやつか。あんまりって感じがするな、個人的には。渾身がそんなに強くないみたいなことを聞いたからね。ってなるとね、って感じはあるよね。村木は？これは何？挑戦者のスキルが条件解放。これ何なの？スキル発動中、基礎攻撃力28、会心率 20%。 あれ、もともとってどんなもんだったっけ？ 20 の10だったっけ？もうちょっとあったような覚えあるんだけど。あんま覚えてねえわ。まあ、いっか。とりあえず、まあ、当面はね、まだ上位防具でいける気がするので、私、このまま行こうと思います。で、探索に行けってやつだね。探索行ってきまーす。これだ。新しいやつだ。このやつを探しに行けばいいんだな。了解でーす。探しまーす。なんだこれ。え？何これ。すごい元気に喋ってるけど、でも古竜ではないんだね。普通のあれなんだ。何あれ、ネギじゃん。なんで今さらネギにそんな興奮してんの？これネギでしょ？見てみろよ。お前が出したのかこれ。待って、でしょうね。で、トゲに話しかけんな、お前。そういう性癖の持ち主か、お前は。面
白くなってきたぞ。何？あー、え、てかなんで今更そこにピックアップされてんの？やっぱあれバゼルだったか。なんか見たことあるなと思って。え、別に、うん？随分と様子が違う。え、これ通常種だよね、別に。ただなんかすごい活発だけど。何？整理？これは調査どころじゃねえな。ああ、なるほど、討伐しろと。だよな、ここはお前に任せる。後で落ち合おう。え、今さらバゼルギウスがストーリーで出てくるの？お前なんかおるし。今さら君とってやるのか。オッケーオッケー。でも君は別にね、動画に載せるつもりあんまないんですけど、どうしよう。さよならする？君、行った。いや、動き活発ですね。え、なんか色違くない？何これ、グレンタギアルバゼルギウス、何それ。え、やっぱなんかちょっと違うよね。そういう特殊個体的なやつもしかして。は、何、え、何、ちょっと戸惑いなんだけど、グレンタギってるのかこいつ。タギルって読むのか分からんけど、でもなんか多分通常の個体とは違うんだこれ。よいしょ、はいはい、こう、にーの、よっこい、えいしょい。で、顔、お、1、2、なに、え、なんか、え、なに、怖い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 、なんか、え、なにそれ。え、お前、あれみたいになってんじゃん、あいつ、ゼノジーバ、ブチギレ、いっちゃ、ブチギレマンモス状態みたいなってんだけど、なにこいつ、ほんとに、え、なに、え、なにこれ。オッケー、あー、倒れんか、あぶね。ただこの状態柔らかいみたいな、そういう切ない。当たんねえのか今の。やべ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 、これまずい気がするだよね。危ない。いやー、こっち結構動き方機敏でございますね。なんなんだ、なんで変なイントネーションし急に喋りだしたの俺。これ怒ってるのかな？危ないなぁ。タックル。いや、まずい！よいしょ。うわい、ちょっと待って、強いぞ、こいつ。グレン、たぎってんねぇ。たぎるってもかからんけど、たぎってんねぇ、お前。ちょっと待って、これ、おつけ？ちょ、普通に強いやつだ、これ。いや、どうしようかな。走る。すげえ攻撃的なのね。え、じゃああれなんだ、あの既存モンスターもこういう感じでいるんだね。結構もしかしたら今のはそこダメージ判定あるのね。知らなかった。いや、ポロポロするなお前。いや漏らすなお前、マジで。定期的に散らばらせるなお前。あ、いい、あ、いい顔。うわー、なんで当たらんの今の。タックル、オッケーオッケー、間に合っていく。間に合ったのか分からんけど、当たらんか。いや、この状態は多分怒ってないからワイヤーフックかけていきたいところではあるんだけど。いっどん、オッケー、ここ顔じゃねえ、顔、よいしょ。で、ここ、よいしょ、オッケー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 。尻尾いっか。あ、いい、体力ねえな。よっこい、しょい、オッケー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 、十分。で、ちょっとこのアイテムもしかして違うのかな。あの、拾ったもの普通すぎる。
いつでもゲットできるようなものを拾ってしまった。待て、逃がす、逃がしていかない。なくなっていく弾がね、スリンガーの弾を持ってると思ってた今。どうだろう、でもそんなに言うほどあれかもしれんな。そんなめちゃめちゃ目立った動きをしてくるかって言ったらそうでもないかもしれん。普通にバゼルギウスのちょっと強い、いやー強いね、ちょっと強い、火力が高いねっていう感じはあるけど、一旦これ転身来て回復に努めよう。うん、あんまりだってね、バゼルギウスじゃない、バゼルギウスだからバゼルギウスの攻撃はしてきて当然なんだけどさ、バゼルギウスその何、通常個体の動きと違うような動きをあんまりしてこないからさ、うん、じゃあマジふざけんなそれ。うん、なんか通常個体のやるモーションがパワーアップしましたよみたいな感じはあるけど、それ以外は特に色が違う、色がってかなんか形状が違うぐらい、うん、な感じがあるな。いや、ため当てれねえな、新ため。いや、うざ、危な、うわ、うざ、あぶ、いやーそれは無理だね。うん、あんだけ大量に爆発もらったら無理だわ。タックルっていう選択肢間違えたわ完全。やばい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 、なんか違う、待って、え、なんか違う、え、なんか違うのやりだしたんだけど、こいつやばい、なんかめちゃくちゃ気持ち悪いやつ連成するんだけど、これは何、お前がやってんだよな。ちょ、バゼルの粘液うぜ、ほんとクソ長え、これやばっ。あれはあれは ダメージ飛んで、なんなんだよ。飛んで、あ、もうマジうぜ、バゼルギウス、バゼルギウスじゃねえわ、もうブラック、やばい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 、これやばいな、あれやば、あれ、え、なんか急になんか変なもん生み出すようになったんだけど、やっぶだ、ちょっとびっくりした、あ、マジ、じゃあこのままドン、オッケーで、石ころ拾いたいで、こうしてこうしてこう、12の尻尾を切る、なんで。ナイス、だったらこうだな、でこう12のよっこいしょ、あー、いいダメージ、いいダメージ、何急に閃光玉マシンが落とす、誰か俺の知らないところで閃光玉光ったぞ、何で光ったんだろう、分からん、分からん、いまいち分からん、1、いや、うざ、マジブラキ、お前ほんとうざい、それちょ、年年焼きマジうざい、これだって回数多い、言って、やっばい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 、あっぶねえ、ほんとふざけんなよ、マジプ、あ、死ぬ、よく生きた、待って、何が起こってるかから、一旦待機、焦るわマジで、いやそれ振り方えぐいよ、うお、危ねえ、いて、クソったれ、ちょっと待って、やばい、正規マスなんですけど助けてもらえませんか、誰か、どなたか僕を救って、やばくないそのダメージ、ちょっと待って、死ぬ、あ、これはやばいかも、ごめんなさい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 、ありがとう、助かりました、ブルー、もうめんどくさいので罠を仕掛けます、はい、どうも、で、こう、こう、こう、1、2の、よっこい、あ、やべ、ずれた、まあいいや、で、こう、タックル、1、2、2でいこう、確実に当てる、よし、偉いぞ俺、こういってよいしょ、でこう、オッケー、だいぶ慣れてきたな、このあれのスリンガーも、1、2でいこう、で1、2、タックル、1、1でいこう、よいしょ、オッケー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 、強い、今の立ち回りは強い、よくやった、あんだけ攻めれたの頑張った、強気のプレー、最強、1、2の、あー翼、
タックル1よいしょ、オッケーオッケー、十分十分十分、危なすぎ、最後にお前残してくんじゃねえよお前で、怒ってるから罠仕掛けよう、あ間に合う、いってー、足元やだー、うわそれやばい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 、散らばりかしかしかし肩が強い髪型異常だったね今、オッケーでこう1、2のよっこいしょい、あーいいね、えいね、気持ちいいね、空圧ザ、はい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 、でここでこれ置いとくと多分爆発でひるむから、はぁふざけんなお前、うんこ残すんじゃねえよ、ちょっと待ってよ、一旦回復したい、はい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 、最後投げるのかあれ、この HP 不安だな若干、あんまり火力高くないとはいえ結局あの飛ばす型のうんこ強いから、うん、それ刺さるの壁に、その話聞いてないんだけど、先言っといてくんない、いやまずい、うわー飛行始めたわ、ここここ、いやダメか、いや着陸しちゃってるわ、タックルタックル対タックル、オッケー、おる、あー嘘でしょ今の当たんねえの泣いたんだけどさすがに、ちょっとよ、ここはよいしょよいしょ、まずい、いった、いそんなにゴリゴリくるのかお前、それ一旦回復挟んで、いや乗りたいんだよね、おっとでもへばっ出る感じかこいつ、だったらこう、それ回る、回ってくるよね、危ねえ、オッケー止めていく、これ当たる、あっちょちプリッキー、何今の声自分でもよく分からんことが出た、ちょちプリッキーな、あすげえ曲がってくるのそれ、そんなの知らないよ、先言っといてって言ったじゃんだから、がこれ一回飛躍挟んの、いやまずい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 、いやまずい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 、本当にふざけんな、嘘でしょ、おめえへばったんちゃうんか、2のおいスリンガーラッキー、これ当たるかな、いや無理だな、ここか壁、ここならいけるか、行ってこい、あーもうちょっといけや、フレーム回避は無理、天身と不動返ってきてるから痛い、使いたいわねって言おうとしたらさ、こう一旦天身だな、ちょっと一旦天身挟んで回復をちょっと噛みつつたしなみつつ、うらうら乗りたい、乗りたけの森、くそよいしょ、なんでさ、歴戦個体といいさ、あの何それ、やばっ、不時着したんだけどこいつ、歴戦個体といいさ、こういうなんか特質的な個体はさ、バゼルギウスが一番最初に優先されるわけ、なんだろう、プロデューサーなんだと思ってんだバゼルギウスのこと、本当にこいつ一番嫌われ役だろマジでかわいそうじゃない、もう俺嫌いだからいいんだけど別に、おら、いや外したけど、これ点灯持ってった、これやっぱ爆発するんだこの辺のやつ、だったらこうしてこうしてこう、1、2のナイス、オッケー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 、はいで1、2の、あーいい、1、これは当たるでしょ、うわなんで今の当たらんのねえ、ほんとにねえマジ泣くよ俺、そろそろふぅーで、オッケーオッケーオッケー、俺の泣いたおかげでこいつは転倒したと、よいしょよいしょ、1、2のかー、おオッケー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 、いやペースを若干握りつつあるけど、やっぱこの辺で乗っときたいな、おら、
はい、めんどくさいんで捕獲しまーす。はーい、もうめんどくさかったんで捕獲しました。じゃあ帰りまーす。あ、でもあれだ、こういうやっぱ違うのある。天を焦がす銀の翼、めっちゃかっこいいんだけど。銀翼、天を焦がす銀翼、めっちゃかっこいい。あ、でもやっぱグレン素材あるんだね。はあ、すごい。あんなの出るんだ、全然知らんかった。はい、朗報なの？そうだよね。あれ、お前そんな声だったっけ？それに加え、各地で古竜の痕跡が見つかった。ご機団の調査で分かった。各地で古竜の痕跡が見つかった。様々な種類の恋。なるほど。大変なことになってきましたね。地殻変動調査の進展はいかがですか？これってさ、各地の交流って、あの普通にテオとかクシャとかだよね、多分。またクシャやんの？もういいよ、あいつ。順調よ。新社以来、渡りの地の両方で、あらゆる変動の場所を洗い出しているわ。つらいと思う。手分けして探して。こちらも早々に結果が出せそうだ。この調子で調べていけば、大いなる存在の居場所を突き止められそうです。そうさえ。私からご期待の頼みがいいか。はい、何ですか。新たに活動を始めた古竜たちが、かの存在につながる情報が得られるかもしれない。もう察しました。はい、テオもクシャも、ネルギガンってもうやるんでしょ、多分これ。今はとにかく情報が欲しい。各地で古竜の調査を依頼したい。はい、先輩、どうしましょう。自然現象の古竜は結びつきが深い。ちょ、手分けしやらん。俺が手をやるわ。クシャ頼むわ、マジで。ちょ、本当に、いや、本当にやら。もうやって先行で落ちんし、もう無理じゃん。お前全部考慮かるじゃん、お前が。もう寝る気になってやれじゃん、いっそ。はい。何これ、再活性化した氷を調査し、あ、もう一回調べるって感じか。次の氷は対象されません。ゾラマグダラオス、ゼノジーバ、マムタロとベヒモス。あー、なるほど。他のやつやれってことね。はいはいはい。はーい、探索に交流が出現するの。あ、でもやっぱこっからあれか、交流の装備が作れるようになったりするのか。オッケーオッケーオッケー。ちなみになんだけどさ、なんかグレンタギルだっけ、グレンなんちゃらするやつは、装備は変わるんすか。やっぱりちょっと見たいんでいいですか、自分。プライドベータ、あ、これだ。うわー、なんか勇ましい戦士って感じがする。でもなんかあれだね、あ、やばい、これ。え、あんま分からんけどさ、あれに見える。なんだっけ、名前が出てこん。ゲームの名前が出てこん。あれ、全然名前が出てこん。全然名前が出てこん。うん、まあいいや、なんでも。もうなんか、テロップかなんかで出しとくわ。ちなみに装備は？あれは何？ 2 個つけると爆輪流の覇気。一定以上の体力が残っている場合、それを超えるダメージを受けても一応、ああ、はい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 。根性か、普通に。あ、今まで根性ってなかったっけ、そういえば。あ、で、これでついたのか。あー、なるほど。耳栓。抜刀術、技。で、爆破属性強化、ガード性能。爆破やられ、ボンマー。へー、なるほど。あんまり強い。あ、でも、こっち側か。こっち側があれか。あ、でもまあまあ変わらんな。はい、そんな感じだね。じゃあ次回は、探索で古竜のやつを集めて来ようって感じだね。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。